どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、パパタルです。今回は、この UFO にさらわれた後の研究室、ここをしっかりと探検しておき、今後のアップデートに備えて、ちょっとね、予習していきたいと思います。この、ジョブトリックは、まあ結構前からあるんですが、改めて紹介していきます。いよいよね、UFO が10月末ぐらいから消えなくなり、で、さらわれるというイベントになり、50% の確率で、まあ、この宇宙船にね、連れて行かれる。まあ、研究室みたいなところに連れて行かれる。で、起き上がった時に、この中を探検できるよっていう内容になるそうですね。まあ、このようにベッドがあって、ここでね、主人公が起き上がるって感じなんですけど、かなり不気味です。まあ、このね、施設に入り方っていうのは、動画の後半で紹介していきますので、ぜひね、試してみてください。ああ、よく見るとね、不気味なね、道具ありますね。うわー、これ何されるんですかね、これね。手術室みたいな、簡易手術室みたいな感じになってるんでしょうかね。はい、で、次の部屋行ってみたいと思います。はい、右側に見えるのが、一応ロックかかってるんですけど、上にはね、なんか怪しい、なんか、DNA のマークみたいなやつですね。よく映画とかに出てきそうな感じ。はい、入ってみます。中に入ると、右側がパソコンの台があって、手術室、左に MK2 武器のなんか、設計図とか台座、そしてエイリアンの卵ですね。うわー、これは不気味ですね。これ一体どこなんでしょうね。あの UFO で連れ去られた後に UFO の中なのか、どこかに連れて行かれたのか、どっちかだと思うんですよね。はい、続いての部屋、なんかよくわかんない迷路みたいなアイコンがついてます。はい、ここの中は、いろんなね、武器がね、しまってあんのかなっていう感じですね。そして、ここには、ドゥームズデイの、なんか名残がある感じ。光った箱。どうやら、このあたりで、木箱を見つけて、新武器ショッカーを手に入れる、なんていう情報もあります。多分、どっか、部屋のどっかに、バールなんかをね、見つけたりしてね、開けるんじゃないかなと思います。はい、続いての部屋なんですけど、なんだか怪しい、何のマークなんだろう。はい、これですね。中入っていきます。中に入ると、先ほどと同じように、ちょっとね、パソコンがあるような感じ。なんかまあ、なんか観察なんだろうね。なんかやってますね。よくわかんないですけど、はい、やってますね。はい、続いてこちら、はい、オプレッサーマーク2の試作段階なのか、なんか怪しいですね。まあ、そもそもこのオプレッサーマーク2の技術って、地球人が生み出したんでしょうけども、もともとは宇宙の技術が使われてるんじゃないかみたいなね。スマホとかね、携帯電話、ガラパゴス携帯とかね、まあ、宇宙のね、技術が使われてるとかなんとかっていうね、話もありますけれども、なんかそんな感じのね、まあ、ストーリーがあるんじゃないでしょうか。まあ、実際オプレッサーマーク2ですよね、これね。で、部品がまだね、完成されてないのかな。パーツがあちこちあったりとか、まあ、設計図があったりとかっていう感じですね。いやー、怪しいですね。あ、ブロークン壊れてるって書いてあるな。なんか壊れてるって書いてありますね。なんかもっとね、ヒントみたいなものがあるとまた面白いんですけどね。はい、続いての部屋は、あ、部屋はもうなさそうかな。ここはなんか行けそうにないっすね。で、ここね、4つのアイコン、1,2,3,4,4 つありますけど、今までの部屋のね、中身だと思うんですが、UFO に去年さらわれた時に T シャツ解除しました。その時についていた T シャツの柄、よく見てください。これですね。全く同じものがね、実はついているということで、なんか、ストーリーがつながってくるんじゃないでしょうか。そして、UFO にさられた時にはこのパンツが手に入る、 UFO を全部撮影した時にはこのキャップが手に入るっていうところですね。またここエレベーターあるんですけど、ちょっと見てください。マイナス10階だそうです。ここはどうやら地下10階の施設らしいですね。じゃあこの上どこに繋がってんのか。まあ、おそらくなんですけど、こちらだと思います。ザンクード基地、こちらの敷地内って普段は手配所つくんですが、このザンクード基地内に格納庫を所有している人っていうのは手配所つかないんですよね。ただ
侵入禁止の場所があったりするんです。それはここマップではこの位置に当たりますね。でここにちょっと怪しい入り口があるんです。要は中に入っちゃダメですよみたいな風に書いてあるんですけど、セキュリティカメラありますよ、で入っちゃダメとかいろいろ書いてありますね。で行きますね。今手配度はついてない状態、格納庫持ってるからですよね。でここまで入るとなんと手配度がつくという入っちゃいけない場所なんですね。でエレベーター、先ほどの研究室につながってるんじゃないかと、いつかここが解放されるかもしれないということで気になりますね。実際に今後アップデートでこれらの、推測というかね、まあ、妄想というか考察が全部つながってくるのか、一つはこのザンクード基地、そして先ほどの研究所、そして UFO にさらわれる、そして新武器解除、そしてこの T シャツやなどの謎についてですね。まあ、ぜひね、皆さんの、こうじゃないか、ああじゃないかっていうのもコメントでよろしくお願いします。続いてはここへの侵入方法を紹介していきます。では、この研究室に行く方法なんですけれども、まず概要欄に、ジョブのね、リンクを貼っておきますので、PS4、PS5 の方はプレイ可能となっています。で、ブックマーク、まずね、リンクタッチして、ソーシャルクラブにログインして、で、ジョブをブックマークするってやるんですけど、そうすると、GTA を開いた時にオプションをして、オンライン。で、次にジョブプレイ、ブックマーク済み、次にスタントレースで日本語非対応、作成者がこのバスドライバーニックという人で、まあアイコンがこのね、なんかなんだか手術室みたいな感じのね、ライトがね、あるやつですね。で、ジョサイヤさんという場所、ここでまず開始するんですね。で、ちょっと特殊な、まあ照準違いのバグみたいのを使いますので、まず自分が、まあ普段アシストフルのセッションでいるよっていう人は全然問題ありません。自由照準にいる場合ちょっとできなかったりしますので、アシストフルのセッションでやってください。ではジョブプレイ、ブックマーク済み、スタントレースで、この研究室のところを開きます。ではロビーまで行ったら、今度は海外のプレイヤーさんでずっと自由照準でジョブのロビーを開いていて放置してくれてる人っていうのがいるんですけど、まあ主にグリッチをよく使う人とかはね、もうご存知だと思うんですけど、アナワックさんっていう人を使って、で照準違いの、警告キャンセルっていうのをやっていきます。じゃあどういうふうにやるのかというと、まず PS ボタンを押して、でフレンド検索、まあプレイヤー検索ですね、フレンドじゃなくて大丈夫です。次に ID を入れていくんですけど、PS5 の場合アナワック、1P5 ですね、 1P5、 PS4 の場合はアナワック 2P4 が、放置してくれていたら参加することができます。稀に違うジョブやってたりとかして参加できない時もあります。まあ 100% ではないんでね。でこの人にフレンドじゃなくていいんで参加します。読み込み入りますね、右下。次に警告を決定をします。はいを押してください。次に注意画面。参加しようとしているジョブアクティビティまたは照準モードがこうなってますとか出るんで、これキャンセル。いいえ押してください。すると、ここで、まあ、落下しちゃうパターン。このね、落下しちゃうパターンだと、ちょっとね、あんまり良くないんで、これちょっと失敗みたいな感じになっちゃうんですけど、ちょっともう一回やっていきますね。これ落下しちゃうと、ちょっとね、床にガーンって当たって自滅みたいな感じ、もしくは普通に外に出ちゃうんで、まあこれ場所、開始する場所によってこういうこと起きます。なので、もう一回やっていきますね。まあここのジョブトリガーでも OK です。さっきと同じもの。もしくは、普通に、さっきのブックマークジョブから開始してください。同じことですね。で、ロビーまで行きます。次に、もう一回同じく、アナワックさんね、開きますね。アナワック、1P5。はい。で、これで読み込みします。
最初を決定、次をキャンセル。はい、なんかね、床歩いてますね。もうすでにデータの中にいます。見えないなと思うと思うんですが、これは、一人称に切り替えてください。これで中に入ることができます。まあ、ぜひね、探検してってみてください。